さん結構運転すること多いですか？私もしますね、結構。結構撮影の時も運転してるイメージ、ジョンちゃん。そう、運転してる。そう、名前がいるか、うん。プライベートはもちろんあんましないけど。うん。迎えに来てもらってます。めちゃくちゃありがたいよね。一丁前に。一丁前に。いや、ジュン様のこと私も迎えに参りますんで。今日はマリリンが体育会系なので。体育会系。さすがです。助かります。確かに。マリリン体育会系だよね。おはようございます。おはようございます。でも納得いかないことは結構ちゃんと言うよね。全部つかかってっちゃう。めんどくさいタイプ。あの職場でもよくマリリンは戦ってます、うん、上と。あ、そうなんだ。大先輩に対して。え、私に？大先輩。いや、大先輩にはあんまないか。私大先輩ではないでしょ。大先輩。やめてよ。職場の先輩。もっといるでしょ、大先輩が。パワーをいつもこう。どういうこと？パワハラってこと？パワーはいつもパワハラ。それやばいやつじゃん。アキプロのは何？テックってやつ？そう。ああ。テックこれいいよね、軽くてね。そう。しかもそんな高くないよね。そう、ちょっと安いんだよね。うん。え、2万円しなかった？ 2万円ぐらい。1万6000円ぐらいだっけ？なんか3万のイメージあって、うん、でも2万しなかったとかそんなイメージで。テック。奥に当たってんじゃない？え、根元でしたっけ？旗。白い125ヤードって出ます。私の103だけど1回120ってだから、ああ110ぐらい打ってもいいかなとか。冬だから。あ、そうだね。8番でとりあえず軽く打ってみます。はい。今日あのバンカーがちょっとね、うん、呼んでるから。お、いいよ。あと距離。短かった。軽く安全パイですね。私7番持ってます。はい。あー、なんかちょっと辛い方。うん、ナイス。むしろ大きい。7番がさすがに大きい。いや、最近あんま飛ばなかったんですよ。でもマリリン練習してたから多分距離変わってるかもよ。変わってるかもしれない、うん。いい当たりしてるもん。うん。9番。いい当たり。これいいんじゃない？ナイス。止まりましたね。ナイス。ありがとうございます。じゅんちゃん、ゴルフ中一番テンション上がるのいつ？あんまりない。ない。うん。あんまりアップダウンもない。アップダウンない。周りがおーとか言われてちょっとってなる。まぶしいってこと。やめてくれってなる。やめてくれ。あー、当たってよかった。キャピー、こんな方に行ってしまった。トンバイ。今何で打ったの？今アプローチ。あ、アプローチか。こういう時に58番をみんな使うんですか？とか、そう、S とかでもいいんだけどね。あ、今のところだと、うん、ちょっとトップしたら怖いなみたいな時とかは、うん、うまいんじゃない？うん、今良かったんじゃないですか？良かったです。ちょっとトップ気味でしたけど。あ、本当？トップだった？うん、ちょっとね。うまい。距離は良かったね。お、寄ってく。うまいよ。欲しい。ナイスパ。ナイスパ。ナイスパ。それこれでね、これが一番。ああ、そう、これが一番嬉しい。一番いい。一番嬉しいの？これが一番嬉しい。ナイス。欲しかった。うまい。いやー、いいですね。いいですね。はい。じゅんちゃんがナイスパー。はい。はい。後半もパーいっぱい取ってますから。ねえ、さすが。80台で回ってこれる感じですね。うん。確かに。やっぱ安定してますね。ね、安定してるよね、やっぱり。本当？うん。出
最初遅めなんですよ私。でも寒かったしね、うん、だってかじかんでましたもん。かじかんでた、痛かったもん。北海道なしにはやれないぐらいだったんで。確かに今北海道いらなくなった ね、うん、むしろお腹のやつ取りたいぐらい。本当そうだね、沖縄だと思ってやろう。わーい、わーい、水着になりたいって ナイスー、まっすぐ。この天気のいいのに映えますな。うん、先っちょでした。なんか引っ掛けそうだったからさ。え、そういうのできるのすごい。おお、低めからめちゃくちゃまっすぐランが出てる。もう低空飛行だね、うん、うん。でもいいよ、まっすぐで。でも嫌な感じしたでしょ、うつ前から、うん、ちょっとね、遠いかなって思ったんですよ。あでも、いや、こういうのもどうかなってちょっとトライしちゃったんで。なるほどね。下入るね。高いよね。え、どこ行った？あ、でもあのフェアウェイ左ギリギリからフぐらいにありますよ。本当？うん、片道右にありそう。自分で見えなかった。うん、上に上がった。高いね、やっぱり。ねえ、うん、ちょっと下げたんだけど、もうちょい下げておく。あ、今良かったけどね。ちょっと右に出ちゃったの。旗どかさないと当たる。気になるんじゃない。あー、また変だ。いやー、わかるよ。私も嫌だなって思う苦ないだもん。じゅんさんの苦手は私の苦手です。多分ね、この右が嫌なんだと思うの。うん、この光景が。そう、私も多分ああなりそうだなって思って見てた。私もなる。なんでなんですかね。なんでなんだろうね。右に、うん、なんだろう、右にこう。もともとスライスだった。もともとめちゃくちゃスライスなんですよ。でしょ、多分得意なのも多分こういうフェードボールなんだけど、うん、それは無理やりドローボールとかに変えて、うん、余計引っかかっちゃってる。あ、なるほど。すごい、それわかる。9番アイアンで打ちます。はい、うん、弱いか。いや、いいんじゃないですか。ナイス、ナイスです。オッケーかな。オッケーです。後八でいい。大丈夫かな。見えないけど良さそう。ドオン。うん、いいね、ふわっと。うまい、いいよ。止まれ。今 A？ これで、そう、アプローチ。アプローチ。ナイス。いいよ。うん。お、来た。いい。来た。いい。あ、うまい。石みたいなのが。オッケー。うまい。曲がらない。思ったより曲がらない。あ、ナイスナイスパ。ありがとうございます。安定のナイスパ。確かに。よし、私はここからスーパーと。あわよくば入れる。いい。いいよ。あ、重たい。重たい。オッケー、ナイスパー。ボギー。ボギーだね。ああ、欲しいです。欲しいですね。9番ホールパー4、285ヤード。いい、アナウンサーっぽい。最後だけ。優秀の美を飾ります。やりましょう。うん？深めだけど。いい？フルは行ってます。ありがとうございます。ナイスショー。
足の毛すっごい入ってたよ緩んでた、手が。よし、つま先上がってるんだね。うん、確かに。それで降ったんじゃない。ナイス、押さえて押さえて、飛んでそう。耐えて、大丈夫ですね。うんうん、ラフちゃん、ラフ、あのおマリリン気づいた。何気づいちゃった。嘘、やばい時と。それやりたいやりたい。うまいね、ジュウちゃん。教えてください。いやいや、マリリンその後にグイーってやるだけ。あ、そう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 、ちゃんと決まってて、その後にグイーってさらにやる。そうそうそう、あ、だから痛いんだよ、ここ。あ、ここね、うん、え、そういうこと。これどっちだ、左のとこ痛い。確かに今じゃん、そういうこと。伸びすぎて、原因がマリリンの左肩内側が痛かった理由が分かりました。え、こう伸ばしすぎてるってこと、うん、余計なことやってたようです。どうやら、ほんと練習場でもやってんのかな、毎回。それで200球はやばい。それは痛くなる。お願いします。もうちゃんと戻ってきた、優秀。まあまあいいや、うん、バンカー行かないように6番で行きます。うん、狙いは、あ、バンカーってあれ奥なんだ。あ、そういうこと。グリーンの全然良かったね。全然大丈夫だけどね。ちょっとダフった、ね、ちょっとダフった。花道だから、うんうん、花道。なんかどのボールがいいかよくわかんないな。当たった感じとか、こう飛んだなみたいな、こうナイスショットした時の感覚としても。でもそしたら最初のボールの方が良かったかも。でも意外とキラ飛ぶよね。なのかな、あの柔らかいから。あ、ボール、そう、うん、柔らかい方がいいのかな。飛ぶは飛ぶのかなって個人的には思ってるけど。でも止まらないとか。あ、そうそうそう、そう止まりにくいから、やっぱりアプローチの時とかにあまりいい影響がない。ポンって行っちゃうからね、うん、だから JGR とかは半々ぐらいな、あの方が良かった気がする今日。そうでしょ、うん、キャロウェイはどっちのやつ買ったんだろうね。硬いやつ買ったの。柔らかい方。結局そうね、 よりソフトっていう方買ったのね、うん、9番です。はい、やばい、今の良くない、良くない、良くない。乗る、乗ったね。乗りました。ナイスオンです。よくないけどあれだからいいね。でも構えが気持ち悪かったね。でもやっぱちゃんと当てるね。ちゃんと力強いよね、うん、近くで見てると、うん、本当、うん、ふわっと見えるんだけど動画だと。あ、ちゃんと見てみて、ちゃんと打ってるよ、ね、ちゃんと打ってる、ちゃんと打ってる、こうやって打ってる、うん、すごい。でもそういう感覚を生で見たかった。もう、あ、やばい、左。あ、キック。私。え、ピョンした？いや、ピョンじゃない。フィニッシュ。あ、フィニッシュ、確かに。打った後に。そう。あ、そりゃ痛いよ、左肩。私の顔やばかった。なんか腕みたいな顔してた。止まっちゃうね。マリリンはかわいい。ちっちゃい。こう遠くからの傾斜がわかる。すごい急傾斜。うまい。あ、うまい。ナイス。ナイス。これどう打つのが正解なんですか。いやでも今みたいな感じでいいと思いますよ。いやでも今上手だったよ。うんうん、もう上げないってやつがいいです、うん、おー、かっこいいライです。うまい、ナイスパー。え、今のライすごいよく読んだね。ボギーじゃない、パーでした。ナイスパー。お、来た来た来た、やばい、惜しい。逃げ切れると思ったんだけどな。オッケー、オッケー、ありがとうございます。まあまだロングパットです。よし、寄せる。
い、OK が。これをちゃんと沈めて。オッケー。すいません。ダボになっちゃった。うまい。うまい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、どうでしたか。スコアは？あきちゃんが？私が97。97。97。私が98。おお。ちょっと挽回できましたね。ね、後半すごかったマリリン。じゅんちゃんが85。後半起きたね。後半起きた。覚醒。ちゃんとパワーオンするね。そうですね。さすがです。生で見れてめっちゃ嬉しかったです。本当？はい。よかった。多分普段じゅんちゃんが考えてることは、多分マリリンだから引き出せてるなと思うよ。いろいろもう分からないことどんどん聞いちゃうから。そうだね、普段言わないで私、ね、あの、うんうん、ゴルフしてるから、うんうん、結構そんないろいろ考えてるんだねって言われることがある、うん、ちゃんと考えてるんだみたいなそう、でも確かにマリリンの言う通り、うん、考えてなきゃあのスコア出ないよね。出ない、うん、その通りだなって思った。なんとなくやってては出ないからさすがだなって学びました。いやでもね、2人ともね、やっぱりね、看護師さんだからとかじゃないけど、やっぱ頭いいがいいから会話もスムーズで、あのこちらも楽しいですよ。はい。純ちゃん楽しませてさ、練習場にお連れしないといけないから。 そこまでが私たちのミッションなんで本当に。その練習場の時は撮影してもいい？ぜひ。でもマリリン一言も喋んないですよ、練習場。私黙々ずっと7番とか打ち続けてますけどいいですか？なんかさ、新しいクラブ買うって言ってたじゃん。はい、うん、その時とかさ、ぜひね、ぜひ、まあ、買う前でもいいけど。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルが面白かったと思ったら、高評価、チャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。お願いします。はい、次回の動画もお楽しみに。楽しみに。バイバイ。Thank you.